冷却灯トラブル改善プロの杉山です、こんにちはき、はいえー、今日はです、ねえー、冷却灯が冷える原理についてですねお話ししたいと思います、えー、と冷却灯はですね冷却灯の中にこう溜まった水をポンプで抜いてですね生産ラインの方に送ってそしてまた温まって水が返ってきて それを再び冷やしてですね、また設備の方に送ると。この冷却灯の中で冷えるっていうのは何が起こっているのかということをなんですけど、この冷却灯の中を水が通る間にですね、大体基本的にですね5度水温が下がるというふうな仕組みになっています。 で、えー、冷却塔の、に戻ってきた水はですね、まず冷却塔の上の方にですね、配管を伝ってあげられ、えー、上からですね、冷却塔の上の方からあ、シャワー状にですね、水を散水させてます。で、この散水している時に、えー、冷却塔にはファンがついてまして、えー、下からですね、えー、風を吸い上げて、えー、そして、えー 水と、水とですね、接触をして、水温を下げると。この時にですね、起きるのが、気管熱というものが発生します。水がですね、蒸発をするときに、周囲の温度をですね、奪うという性質があるんですね。それで、冷却水の水が冷える。あの、 コップに入れたあ例えばお茶なんかをですね暑、えー、い時冷ます時にこうやってふーフってですね、えー、空気をかけて、えー、冷ます、えー、これと同じことがですね冷却塔の中で起きてます、えー、それとかですねあとこの同じような原理でいうと打ち水っていうものがありますえー、とまあアスファルトとかコンクリートにですね、えー、水をですねバンバン巻いて そうすると夏箱をバーッとこう蒸発します。その時にアスファルトのです、ね、熱を奪ってくれるこれがです、ね、冷却灯で利用されている気化熱という原理になりますこれを連続的にです、ね、行っているのが冷却灯ということになります はい。あの、非常にですね、シンプルな構造で水温を下げてますんで、えー、あの、何て言うんですかね今。いろんな設備にですね、この冷却とクーリングタワーは使用されているということです。これが複雑な構造になるとですね、例えば冷やす機械でいうと、例えばチラーとかですね、まあそういったものになってくると。 一般的に水をですね、5度ぐらい下げようと思ったら、冷却等で循環させるっていうのが、まあ一般的な使用の仕方かなというふうに思います。はいえー、今日はですね、冷却等の冷える原理についてですね、お話をさせていただきました。 はい、え当社ではですね、そういったこう冷却そのこう冷えないとかですね、冷却とのこう流れが悪いとかですね、えまあ、そういったトラブルなんかもいろいろですね、えー、経験とかですね、こう知恵を持っておりますので、えトラブルでお困りの方はですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、えー、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。